Bonjour, こんにちは。この YouTube チャンネルでフランス語を教えています。今日のレッスンは簡単です。入門のレッスン。これは日本のものですかはい、これは日本のものです。これはドイツのものですかはい、これはドイツのものです。などなどを紹介したいと思います。そして、リエゾンを少し紹介したいと思います。 入門のクラスですけれども意外と中級でもあの完璧にできない方がいると思いますのでぜひ見てください自分で作った教材ここの教材はこの YouTube のチャンネルにしかないのでぜひやってみてくださいせフランスのものですかフランスはフランス語では形容詞になりますのでせこれはです英語のいつ を使っても大丈夫です。他の質問の仕方があります。これが一番普通、一番簡単、一番,一番自然な言い方となります。はい、じゃあまず繰り返してもらいたいと思います。あいやまず聞いていただきましょう。C'est f r a n a i s これがフランスのものですかウィ i、oui, c'est f r a n a i s はい、これがフランスのものです。ちなみにバゲットですけれども、この単語は後で紹介したいと思います。まず、国籍ですね。どこのものかということを言えるようになっていただきたいと思います。はい、じゃあ、あと、綴りの勉強、ね、にもなりますので、C'est français? Oui, c'est français。いいですね。で、ここは答えが書いてありますから簡単です。じ次はドイツですね。C'est allemand? で、今みんな気づきましたね。アルモンの前に「と」をつけました。それをリエゾンと言います。それでは、アルモンではなくて、セ・タルモン。ちなみに、アルモンはドイツですね。フランス語と英語は言、ね、い,いになることがありますので、だから今フランス語を勉強してますね。セ・タルモン。Oui, mo. でも、質問する人はね、 タルモも言わないといけないから、ちゃんと聞いて、今、リエゾンがありますね。せたるも、ういせたるも。はい、じゃあ続きましょう。セいジャポネイウいセいジャポネ、まあ、本当は質問の時にもっと上がった方がいいですね。ゆっくりとセいジャポネイウいセいジャポネこのイントネーショントリズムはとても でも大事ですね oui, これがプディングですからイギリスですね。Oui, これもアルモねドイツと同じくボインから始まります,始まりますので最初の文字がボインですのでリエゾンがありますね。ね そのあとはちょっとテストしますけど、まず繰り返していただきたいと思います。これ中華鍋ですので、中国のものですね。C'est chinois? Oui, c'est chinois。いいですね、素晴らしい。C'est américain? Oui, c'est américain。C'est américain? Oui, c'est américain。C'est italien? Oui, c'est italien。ウィーセ 意外と難しいですよね。これは何とかですかはい、これは何とかです。ちなみに今はイタリアンは、ね、国式だけどフランス語では形容詞のようなですのでいろんなことが言えます。ですので何度も練習していただきたいと思います。どれぐらい練習していただきたいかと思いますはい、そうですで、ね、答えます。これを見ないで答えるように答えれるようになっていただきたいと思います。 それではテストをさせてください。テストしないと上達が実感できないですね。で、実感できないとん、なんか悲しくなってやめるようになります。ですので、試験は大事です。でも簡単で面白い試験をやりたいと思います。聞きますので答えてください。セせたるも。ういせたるも。素晴らしい。せジャポネ。 Oui, ちなみにこのビデオがあるのがこの唇を見るためですね。この唇と同じ動きをしていただきたいと思います。とっても大事ですね。発音が大事ですので、音だけではなくて口の開け方も見てください。セジャポネセトング n g トングレ。 C'est italien Oui, c'est italien. C'est américain Oui, c'est américain. C'est chinois Oui, c'est chinois. で僕の生徒さんには、まあ、この書、ね、いていただきます。順番の直すというね。あとは、まあ、このものを聞いて読んで,で覚えてもらいたいと思います。まあ、やっぱり少し書かないとですね、覚えないと思います。あと読み方があります。少しずつ読み方を紹介したいと思いますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。これを見たときに英語の読み方を自然に、ね、言うと思いますけれども、フランス語では違う。 読み方となります。じゃあ一緒に読みましょう。あ。日本語と同じですよ。あ。全く同じですね。あ。あとはうとなります。うの唇はこれですね。う。あう、う。で、あとはい。日本語と全く同じですね。い。そのあとはお。お。で、最後はう。あ、う。 イオウでこの2つのがうですねうとうは少し難しいとされますけれども少しずつ慣れていただきたいと思います次のレッスンは否定形ですね今回はこれは日本のものですがはい日本のものですねそれしかやってないけれどもリエゾンを練習しながら言うととってもいいと思います まずこれを練習していただきたいと思いますこのビデオは良かったのであればぜひ LIKE をつけてくださいこのチャンネルでフランス語を教えていますそしてフランスの歌またはこれから違うことも紹介したいと思いますのでもしあの私を応援したいのであれば LIKE または優しいコメントを書いてください次のビデオはこれは日本のものですか いいえ、これは日本のものではありません。これもとっても大事ですね。今、日本のものを国籍をやっていますけれども、これは美味しいですかいいえ、これは美味しくありません。と同じ文法になります。ですので、もう本当に大事です。それが終わりましたら、とっても大事な教師をたくさん紹介したいと思います。そうしながら発音と読み方の勉強ができると思います。 まあね、これで次の2つのビデオの内容を紹介しましたので、ぜひ登録をしてください。あと、このビデオ、または私を応援したいのであれば、ぜひ、LIKE とコメントを書いてください。そうすることによって、他の方も見ることができて、でもそれが嬉しいですので、ぜひ、私のためにこれをやってください。フランス語でした。また、楽しい週間を過ごしてください。フランス語の勉強を頑張りましょう。 Au revoir